はいどうも。今回ですね、僕キンクルのヒビップ向けの解説動画みたいなのを何個か出してるんですけど、まあ、そもそもね、僕がキンクルでヒビップだった頃ってもう2年以上前なので、まあ、その頃と比べるとね、今ビップのボーダーラインも全然違うし、まあ、レベルもね全然違うわけなんですよ。まあ、なのでそんなねヒビップの相手とキンクルで戦ったこともないくせにヒビップ向けの動画を出していいのかと思いまして、今回サブアカを作ってキンクルの戦闘力を199万4000まで下げてきました。で本当はねもっと下げたかったんだけど、もう負けても全然減らなくなってきちゃったんで、ちょっとこのくらいの戦闘力から始めたいと思います。まあ、戦う相手は100万台200万台のいわゆるね逆ビップと言われてる層だと思うので、まあどのくらいのレベルなのかっていうのを見つつ、まあ戦い方とかもね解説をしていきたいと思いますので、早速始めていきましょう。はい、じゃあやっていきましょう。1戦目フォックスか、つかどうしようかな。もう1戦目とりあえず普通に戦います。大会とか VIP やってる時と同じくらいの力量でちょっと1回最初だけね、普通にやってみます。いやでもどうなんだろうな、非 VIP でかつ逆 VIP ってどんなレベルなんだろう。普段戦うことないからなとか言ってる間に早速1ストック逃していくんですけど、あでも空エルとか普通に使ってくるんだね。なんかスマッシュとかブンブン振り回してくるタイプなのかなって思ったけど、ちゃんと空中からの差し込みとかしてくるんだ。復帰がねちょっとまだやっぱ甘いよね。まあでもそこら辺はやっぱ逆ウィップだから仕方ないのかな。だからこれは帰ってきてなんか申し訳ないんだけどビップの相手と戦わされてなんかかわいそうになってきた。普通にやってたら戦うことのないレベルの相手だからねせっかく楽しんでるだろうに、ごめんな、君には人柱になってもらう。でも大丈夫、なるべく早めに片付けるから。ありがとう。おドンキー、これは面白い対面ですね。まあ、ちょっとさっきね普通に戦ったら相手の実力を見る前に普通に勝ってしまったので、まあそれはそうなんだよね、 VIP 対逆 VIP だからねまあそれはそうなってしまうので、今回は動画の趣旨通りレベルを僕のレベルを落として相手のね実力をちょっと見ていきたいと思うんですけど、すげえ弱やってくる。それ大丈夫か。あーまあまあまあ、これが逆 VIP ですわ。なんかいよいよ逆 VIP らしくなってきたな。大丈夫かこれ、崖際で戦ってたら勝手に落ちてくんじゃないか。まあでもやっぱり攻めっ気がちょっと強いね。まあ、ドンキーだからさ、それなりに自分から殴りに行かないといけないにしてもずっと攻撃してくるから、ガード固めてても攻撃してくるんで、基本ガード固めて後隙狩るみたいな、そういう戦い方すれば、まあ、ここら辺の逆ビップの層は簡単に倒せるんじゃないかな。てか全然つかみに来ないじゃんずっと攻撃してくるけどさ全くつかみに来ないんだよな。ドンキーってやっぱりダメージ稼ぐにしてもバーストするにしても基本投げからなんだけど全然つかみに来ない。おお上に来てる。これは果たして復帰訴訟を読んで上に上がってきたのか、それとも普通に復帰見つけただけ。お突っ込まれた。おーおい待て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 、これが逆ビップか。ヤギさん対戦お願いします。逆ウェップのルイージーか、どんな動きしてくるんだろうね。あ即死コンやって、あやれやれよやれよ、即死コン決めるのか、まさか。いや早いはしょったな、もうワンコンボはしょったな。まあそりゃそうだよな、即死コン普通に決められるんだったらまあここにはいないよね。にしてもまあでもすごいのか、あそこまではできるってにしてもはしょったな。さあこの後はどうする。ちょっとさすがに崖メテオするのはかわいそうなので一回外に逃がしました。えマジで回避見て反転ウェビー、そんなことできんの。ここ逆ビップですよ、そんなことできんすか。もう即死コンもう一回狙えよ、今度は決めろよちゃんと。ああ ずらしちゃった、ちょっと外に。レバーガチャは、ああ横さま間に合っちゃうか。さあもう一回チャンスをやろう。さあ投げろ、いけ
行け。だから早い早いんじゃそこまでしかできないのねうん、なるほどね。でもあそこまでやってもパーセントそれなりに稼げるからいいんじゃないかな。あーやべやべやべ、普通に何も考えずに崖めて押しちゃった。さあこっからどうバーストする。俺もちょっとこれ どんくらい戦っていいのか分かんないな待て待て待て、どうしたどうした。あーこんにちは。いやもうそういうのいいから早く殺せ俺を、バーストしろ早く。あ、それは知ってるんだ、それは知ってんのね。早くバーストしてくれ俺を、お前に最後の最後の即時コンボのチャンスをやる。さあ決めろ今度こそ、頑張れ。お、そっち側がいいのね。お、頑張ってる頑張ってる。ああ、挑戦したけど、いやーでもよく挑戦した、うん、よく殻を破ろうとした。惜しかったね、もうちょいだったけどね。君はいいスマブラプレイヤーになるよ。なんかすごいバーストの仕方が迷うんだけどまあいいか、もうとりあえず普通に倒していいかな、うん、頑張った。MK さん、うん、あ、行くか。またちょっと様子を見ていこうか。でもなんか結構クーエヌとか下京とか振ってる技は悪くないんじゃないか。おお、掴みに来る、冷静だね。おお、結構掴みくる、掴みするねこの人は。逆ビップには珍しく、うん、めっちゃ掴み狙ってるわ。でもねやっぱりガードしててもね突っ込んできちゃうんだよね、ここら辺の層って。あ、受け身取った。え、逆ビップで初めて受け身取る人現れたってことはちょっと今までの相手よりか骨があんのか。しっかり投げてくるし、まあ、でもね思ったけど結構やっぱりね、同じ逆ビップでも力の差にかなりムラがある。おお、やばいやばいやばい。あ、いいね。は？ああ、やっちゃった、やっちゃってるねこいつ。完全にもう知らないよ本当に。ああ、喧嘩売る相手間違えちゃった。ああ、かわいそうに。覚悟しろよ、こっからもうお前は俺に指一本触れることすらできない。でもそれは全部お前のせいだ。お前煽る相手を間違えたことを思い知らせてやるよ。じゃあな。メタナイトか、逃げましょう。どういう動きしてくんだろうな。俺が普段戦ってるような相手のレベルのメタナイトとか俺ほんと嫌いなんだけどね。うん、まあ、ここら辺のメタナイトの動きはどうなんだろう。おーおおおなんか本気でやってないと崖受け身忘れちゃうやるの。いやーでもなんか威勢いいねこのメタナイト、まあ、威勢いつか逆ビップの人みんな威勢いいんだけどね。どんどんガンガン攻めてくるしみんな。まあなので基本的にもうここら辺の立ち回りはガード安定で、キンクルだったらもうこれこれやっとけばどんな状況からでもひっくり返せる。このメタナイトなんか振ってる技はいいね。なんかさ思ったけどやっぱみんな逆ビップとはいえそのキャラの強みっていうか強い行動を分かってるね。多分動画だけ見て、動画とかいっぱい見て知識はそれなりにあるんだろうね。しっかり掴んでくるし、うん、復帰阻止もめっちゃくる。だから崖受け身忘れちゃう。おお、結構深くまで来るね。
これ本当に逆ビップなの、このメタナイト。結構しっかりしてるように見えるけどね。まあでもやっぱガードが少ないね。これね、非ビップとか逆ビップの人全員に言えることなんだけど、やっぱガードが少ない。であとこれめっちゃ決まる。え、これで230万なの？マジかよ。はい、ということで300万まで乗せたんですけど、まあ、実際にね逆ビップ潜ってみて一番思ったのが、意外とスマブラできてるなって思いましたね。っていうのも、僕が想像してた逆ビップって例えばこっちが 0% の時でも最初から最後までずっとスマッシュみたいな大技をブンブン振り回し続けてるようなものを想像してたんで、でも意外とそうでもなくて空中から差し込んできたりとか、あとそのキャラの強い技っていうのをちゃんと知ってるなって思いましたね。まあ、ただやっぱりガードが少ないのと、あとはもうずっと突っ込んでくるんで、こっちはガード張ってでも突っ込んでくるんで、まあ、しっかりとねガード固めて相手の攻撃の隙を狩ることを意識してれば、まあ、まず負けないんじゃないかなって思いますね。まあ、あと今せっかくキンクルの戦闘力300万なんで、ここから VIP までのそれぞれの階層も潜ってね、ちょっと解説して見ていきたいなって思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。